どうも。今から南海部品さんに行ってスプロケとチェーンを交換してもらいます。はい、ちょっとねカメラ回すの遅くなっちゃってもうついちゃうんですけど、はい、まあどんな感じになるのかねわかんないです。まあ多分今よりね悪くなることはないと思うんですよ。いやーでもね出費がでかいな。なかなかねタイヤはねもう買った時点でバイクを買った時にタイヤは変えてもらったんですよ。まあそれでタイヤ自体はね、まあ、まだまだ全然いけると思うんで、全然いいんですけど、まあチェーンを変えるっていうことでまあついでにねスプロケも変えた方がいいかなと思って、あもうついちゃった、やべえもん早いもん。はい、それじゃあまた、まあ終わったら動画回そうと思います。さあ どうなるかね。はい、じゃあまた。こんな感じになってます。はい、色がね変わりました。伸びはどうでしょうね。ここいい感じです。よし、じゃあ帰ります。よいしょ。さあさあね、走った感じはどうなんでしょうね。あれ？ちょっとブレーキの設定変わってんな。でもね、やっぱ違う。
違いますね。うん、いや、これはね非常にいいです。ちょっとね、あの一つ難点を言うならば、ブレーキのかかりがちょっと甘くなってる。うん、はい、甘くなってるっていうか、ちょっと踏み込まないと、フットブレーキ、あの右足のねブレーキが少し踏み込まないとかからないような感じです。うん、で今まではこうこの状態からちょっと踏んだらよかったんだけど、グッて踏まないと、うん、ずっとね、あの気になっていたんですよ。こうね、クラッチを切っていく、離していく時に、なんかね、こうスプロケとチェーンが擦れるようなガチャガチャガチャっていう感じの振動が結構あったんですよ。でそれがねなくなりました。うん、いやー、よかった、よかったです。うん、あとはねこのブレーキだけですね、問題は。これちょっと慣れるのが大変かな。走りやすい、発進しやすいですね。走りやすいというよりは、はい、うん、なんか不安がなくなりました。いやー、これはいいね。はい、やっぱね、自分でやんなくてよかった。このコンビニ寄ります。お世話になっております、田島かなめでございます。今日選挙戦2日目です。安倍内閣を割り切って国民に対する誠実な責任を持てる薄いわけで、そして内閣を実現しながらと、いやー、ちょっと走った感じ非常にいいですね。うん、よし、まあね、今日の動画はこんなところです。本当に短い動画です。まあ、うん、非常に走りやすくなったというところですね。はい、まあ、ご視聴いただきありがとうございました。まあ、自分でねできる人は本当にすごいなと思いますけどね、全然自分じゃできないんで、お店の人にやってもらうってうん、なんかね、その方が安心です。はい、それでは失礼します。バイバイ。